こんにちは。鋼づかづかです。うちの家族がね、山にね、キノコを取りに行ったらしいんですよ。今の時代、山にキノコを取りに行くの自体よくわかんないんですけど、その時にね、自動ドアが壊れたって、車の。で、紐が出てるって言うんですよ。だから今日はそれを直してみようと思います。うちのドアがね、開かなくなったらしいんだよ。手動で開くのか。開くな。何これ、ワイヤー切れてんじゃない。ということで、これを直そうかと思います。あ、聞くね。一応アッセンブリーでね、中古パーツを買っておいたんだ。これです。これなんだな、コンピューターかなんかかな。よし、まずこれ外すの。内張りはね、ここぐらいしかネジないから、これ外せば取れんじゃないかな。なんかもう、ブキブキじゃん。あ、ワイヤー切れてるから、これくるくるで絡まっちゃって変になっちゃったな。これ取るか。構造がいまいちよくわかんねえけどな。これさっきのコンピューターか。これモーターでワイヤーを巻くだけなんじゃないの、これ。ただ単にワイヤー通せんのかな、これ。いや、このままだよ。よし、取ってみよう。エクステンションつけないと。取れないで。よいしょ。取った。いいか。どっちもネジね、これ3つで止まってるみたい。カップが抜いて。ここだな。ここは、これね、両面テープにくっついてる。あと、これか。ここ外せばいいんだな。取れたわ。これ外せなくて、この筋肉一回減ってしまったな。これをつけてるようになる。
入った。今時山にキノコ取りに行くって何いる、そんな人。江戸時代の人だって。そんな絶対こう手で。いや、もうしまった。地割りが。時間ではね、30分ぐらいかな。まあもちろん初めてやったんですけど、こんなの何回もやったことあるんですけど、いるの？車の上にいないでしょ。こんな綺麗でこんな絡まっちゃうと、ここがポキッと壊れちゃうんだよ。ということで、壊れた人は自分で直してみてください。では。